お疲れ様ですすす頑張っっててままかかビジネスやってますか今回の舞姫大学特別講義は何で稼げないのか稼げる人と稼げない人の違いについてお話しようかと思いますね、まあ、稼ぐためにいろいろ作業をやってるんだと思いますけどもまずね稼げない人っていうのは無料のことをやってないんですよね何かにつけてお金がかかることをやっちゃうんですよ商材を買うとかツールを買うとかパソコンを買い替えるとかなんか有料のものをね とりあええず揃えてそれを言言い訳にすするためのの魔法の言葉がありますそれは私は形から入るんでですすって言葉ですよ、ね、まあどう思ってもいいんですけども形から入るって言って誰かと同じような形にして儲かるんだったらみんな儲かりますよ。うん、だから形から入ることをね頭から否定するわけではないですけども形から入った結果やることなすことお金がかかるんだったらこれは儲かりませんよ。だってね 情報ビジネスネットビジネスって何が利点なのかというと経費がかからないからいいんですよなのにわざわざ経費がかかることをやっていったら売上が経費に追いつかないそんなことになっちゃうじゃないですかそれとも経費を上回る売上を立てるなんか目算でもあるのかなってことなんですよですんで稼げない人の特徴をまず一発目は経費がかかることをやっちゃってるんですよネットビジネスって経費がかからないからいいんじゃないですか まあ細かく言ったらね毎月の通信代5 6千円ですかそれからあパソコンの初期投資費用これが5万円ぐらいですかこれはかかりますよでもネットビジネス始めようかなと思う時点でインターネットはすでにつながっていてねでパソコンが1台あるわけじゃないですかってことはビジネスするぞと思った瞬間にはもう揃ってるわけなんですよだからわざわざ経費がかかることをやらないことですまあそう言うとねじゃあそっかしく 入ろうと思ったけどやめようかなっていうふうになっちゃいますけども、そっか塾は入った方がいいと思います。そのためにね、経費がかからないように、30万のところ、ね、一括30万のところ30年ローンで頭金3万払っていただければ、入塾可能にしてるわけですからいや。これは払ってくださいよ。払いましょうよ。<laughs> でね、あと残り3つ。じゃあ一体、多くの人は何に経費を使ってしまうのか。そして、 どうやったら経費を使わずに自分の商売が成り立つことができるのかってことをお話して終わっていこうと思います。経費をかけるべきではない3つの点。それは商品を作るのに経費をかけるべきではないよってことです。商品を作るのに経費をかけちゃうとまだ売れるかどうかわからないのに商品在庫を置いた時点でコストがかかっちゃうでしょ。だリアルビジネスの不利なところをそのまましょっちゃうわけですよ。 だってね、リアルビジネスやろうと思ったら、どっかの箱を借りてね、お店の賃貸料がかかるわけでしょ。で、契約だと最初に保証金15ヶ月払いみたいなのがあるわけですよ。初期費用がもうね、数十万のところじゃ済まないわけですよ。それから内装にも気を使わないといけないんですよね。商品仕入れないといけないでしょ。場合によっては人を雇うこともあるかもしれません。清掃の担当者も必要だと思います。電気、ガス、水道もいるでしょ。そうすると、 何もも売れてない段階からううあっっっちちちこにお金がかかっちゃうんですよそれが嫌だからネットビジネスなわけじゃないですかなのにネットビジネスやるのにわざわざ経費かけちゃったら元のもくみですからだからねまずは商品を作るのにお金をかけないことですつまり自分の興味があることとか自分の得意なもの好きなものそういったものを商品化すればいいんですよどうやって商品化するかっていうと情報をまとめて商品化するんですよね 解決方法を示しておくんですよ。例えばダイエットについての商品を作りたい場合はどうやったら痩せるのかどうやったら太らないのかこういったことを情報としてまとめていけばいいんじゃないですかそれを分かりやすいように取り組みやすいようにもうやってみたいよっていうふうにモチベーションが上がりやすいようにまとめていくのが商品じゃないですかこれがまず1つ目商品にお金をかけないこと2つ目集客にお金かけないでくださいよ 集客にお金をかけるってどういうことかっていうと広告を出すってことですよ。インターネットって情報発信自由にできるでしょ。ツイッター、ブログ、SNS、YouTube と。全部タダで使えるわけじゃないですか。だから最初から多くの人が来るわけではないんですけども集客力は自分の力量に合わせて上がっていきます。集客力が10人までの人、100人までの人、1万人までの人、10万人までの人、100万人までの人。 様々ですよ、ね、そういった意味で言うとはじめ社長とかは1,000万人ぐらい集めれる人なのかもしれないですよね、はい、でも今日 YouTube を始めた人は集客力ゼロですよですんで集客力をつけるためにタイトルにこだわってみたりとかねサムネイル作ってみたりとかそれから他の人とのコラボをやってみたりとかするわけじゃないですか無料プレゼントもその一つですよね無料プレゼントをすることによって色々 興味を持ってくださる方が増えていくってことになります。集客にお金をかけるかかけないか。ね。大きな分かり目でしょじゃあ最後、三つ目です。セールスにお金をかけないことです。セールスにお金をかけようと思うと、例えばね、対談動画を撮ったりとかね、実践者の声とかね、あと、セールス用の動画を作成依頼したりとか、セールス用のランディングページとかね、そういったものを作成代行するとか、様々ありますけども、 自分の商品じゃないですか。自分が一番売りたいわけですよねだったら人に任せてる場合じゃありませんただどのような方法を取れば売れるのかキャッチコピーとかねパブリックスピーキングとかここは身につけていけばいいんじゃないですかまあそれこそねどうやったら売れるだろうかって悩みを持った瞬間にこうやったら売れますよみたいな商品が山ほど落ちてるわけですよでそれを買うんじゃなくってまずはね輝かしい売り上げじゃなくていいんで 最初の1000円1万円を売るためにどうすればいいのか。それはもう無料情報で落ちてますから。そういったものを活用すればいいんじゃないですか。はい。ということでね、稼げない人、稼げる人、その境目はコストをかけちゃうのかかけないのかですよ。無料のもので徹底的にやってる速化塾。ね。ホームページですらね、ウェブサイトですら、無料の人い未だに使ってるわけですよ。10年間も。ちゃんと稼げますよ。<laughs> まあそういうことじゃないですかね。 コストをかけないいいいようにした方がいいと思います商品、集客、販売。この三つにコストをかけずにやれば、おのずと利益は上がってきます。その利益率はほぼ100%。儲からないわけないじゃないですか。仮に売れなかったら、ダメージはない。ね、だって、お金かけてないんだもん。破産しないでしょなんでネットビジネスで破産する人が出るんですかおかしなものを買ってる。つまりネットビジネスをやってるというよりも、 ネットビジネスをやってる人のお客さんになり続けているから出費がかさまわけですよご用心くださいいってらっしゃい